こうじゃないよ、ほらキョロみなさん、こんにちは、エンドゥです。今日は先に比較していった曇り止めレンズについて解説していきたいと思います。まずそもそもなんでメガネが曇るのかって考えたことありますか？主な原因はマスクの上部から漏れてくる息が原因なんですよ。イメージとしては寒暖差による結露のようなイメージになっています。簡単にできる方法として立体マスクのここの針金部分を顔にびっちり沿わせることによって上部から漏れてくる息はなくなるので、一応簡単に対策はできるんですが、完璧にやりたいかっていうとそこまでできるものではないんですよ。そこでこの曇り止めレンズが生きてくるわけなんです。このオンデーズの曇り止めレンズはどんな仕組みになっているかというと、表面に特殊な曇りづらいコーティングを施すことによってクリアな視界を保つことができるようになっているんです。水をこうなじませるような設計になっているので、そこで曇りづらさが格段にアップしています。メガネ屋がおすすめする曇り止めって何なのか、それはジェルでもスプレーでもなくこの曇り止めレンズなんです。どんな人におすすめしたいかというと、ちょっとめんどくさがり屋な人、このチャンネルをもう見てくださってる人はもうエンドゥもめんどくさがり屋だって分かってくださってると思うので、私みたいな人にも該当します。ジェルやスプレーって、3日おきにその人の、生活様式によっても変わりますが、だいたい3日から1週間おきくらいにだんだん効果が薄れてきて、もう1回洗い直してつけ直して、かけるっていう動作が必要になるので、結構細やかなケアが必要になるんですね。なんですけど、この曇り止めレンズに関してはもう特殊なコーティングが施されているので、若干ちょっと効果が薄れてきたなだったりとか、ちょっと汚れが気になった時に専用の曇り止めクリーニングクロスでこうちょっとちょちょっと拭いていただくだけでケアが完了するのでおすすめです。最後に皆さんが気になるお値段ですが、こちらの曇り止めレンズはフレーム価格にプラス5500円でお付けすることができます。もし気になった方はぜひお店とかでご相談いただけたらと思います。もうすぐマスクの着用義務は撤廃されますが、これから花粉のシーズン到来だったりでマスクとの付き合いは続いていくと思います。なので今年は曇り止めレンズと一緒に爽やかな春を迎えましょう。今回の動画はこれで以上になります。このレンズ欲しいって思ったら高評価とチャンネル登録、あとは、コメントの方もお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。